Kチャンネルへようこそ。山内圭介です。去年から今年にかけてですね、料理を、趣味としてですね、健康的にも慣れましたし、エプロン姿もすごく板についてきたように思ってですね、これやると、もちろんこれ自分でもちろん購入したものでございまして、気合が入るんでございます。今日もホットプレートを使って初めてお聞きになると思いますよ。瓦そばっていうものをね、作りたいなと。ホットプレートを瓦に見立てて、瓦そばならぬホットプレートそばということになるんですけど、そもそもはね、僕ね、初めてね、これを食べたのがね、実はね、2、3年前で、福岡空港なんですよ。福岡空港に、こういう感じでね、こう、あって、メニューに。これ何なんだろう？いや、これね、名物なんですよって。え、僕食べたことない。食べたところね、お蕎麦の、具材見たら、ちらし寿司みたいな。満足感はあるし、ヘルシーだし、で、蕎麦を焼くってこと自体あんまなかったんで、面白いなと思って、で、福岡の人にしてみたら、しょっちゅう食べてるっていうか、小さい頃から。僕は食べてなかったのね。これ調べたら山口県の食べ物なんですけど、郷土料理なんですが、お隣ということでね、関門海峡を越えたらすぐ福岡ですから、九州の方にも福岡の方にも親しみがある食べ物だということを知りました。でもう一つって言ったら、ビーフバター焼き。これ福岡の郷土料理で。もうやたらね、ビーフバター焼き好きな人いるんですよね。ジャンクな食べ物なんですけど。あれもね、パスタに肉が乗ってて、ハンバーグとお肉をやってて。韓国の料理で言ったらね、細切れ肉を焼いてこれやるやつあるじゃない、韓国の。サムギョプサルじゃなくて、チャプテじゃなくて、なんだろうね。今日はね、その瓦そば作ってみたいと思います。最近はね、僕ね、家で料理するときはね、必ずね、このね、乳酸発酵のね、麹甘酒を飲んでから料理するんです。というのはね、これね、プロフェッショナルで見てたらね、イタリアン料理のね、ご夫妻がね、お客さん来る。した開店前にこれを二人で飲んでやってたのを真似してるだけなんですけど、甘酒だけどノンアルコールだと思うんですけど、ちょっとフラッとくるとかあんのよね。よし、頑張って作ります。ちなみにね、この瓦そばナチュラルローソンに売っておりまして、ホットプレートでできるなと思ってね。まずはですね、材料は2人前で茶そば 200g、 もうね、事前に麺を茹でましてね、冷水で冷やし、水切りをして30分ぐらい置くといいと。こんな感じです。もう茶そば2人前茹でました。はい。で、今度はその具材ですね。まずはね、錦糸卵を作っていきます。丸く薄く焼いて千切りにすると。卵は1個でございます。いくよ。卵ってね、この白身を見るとね、古いか新しいか分かるって言うんですよ。さあ問題。白身が曇ってる方が新しいでしょうか、それとも古い卵でしょうか、どっち。これね、白いのが新しいんですよ。もう逆かと思ったらね。で、これはね、透明なんでちょっと立った卵かもしれませんね。でも焼いちゃえば大丈夫よね。もうね、砂糖もね、何にも入れないです、これ。でも甘いのがお好きな方はね、砂糖入れたりして。じゃあ火をつけます。サラダ油、いい音ですね。このフライパンがいい、とっても。できました。いかがですか。ちょっと穴が開いちゃったけど、いいですね。やっぱりこの卵のね、色見るだけで元気な。今度は牛肉のしぐれ煮を作ります。いいですね、しぐれ、大阪しぐれ。一人で生きてくなんて、瓦そばって感じでございます。ありがとうございます。さあ、錦糸卵は思いのほかいい感じでできましたんで、今冷ましてます。細切りに目指して頑張っていきたい。材料は牛こま切れ肉でございます。200g、お醤油、料理酒、料理酒じゃなくてもいいですよ、これ普通の。10、これ美味しいですよね、アスカンにすると。そしてサラダ油大さじ1と。180度ぐらいで焼いていきます。じゃあちょっと落ちま、ちょっと熱いんじゃない、これ結構。じゃあまずサラダ油大さじ1。
マグネット、こんな方が、ね、見やすいですもんね、やっぱね、見てる方は。あ、もう焼いてるだけでいい匂いがするね。これだけ食べよう、もうこれに醤油かけて砂糖かけて、もうすき焼きになっちゃう、これ。あー、意味や、もうこれ砂糖持ってきて、砂糖。意外とこのヘラの方が料理しやすいね。この角があるんで、そこで肉を、なんで、皆さん、や、180度ぐらいあっていいよ、これ。火が消えたみたいな。よし、ちょっと温度上げていきますよ。ほら、いい音が聞こえてきた。来た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 。いい感じですね。じゃあ味付け、醤油大さじ1、醤油ごと。だけかい。あ、料理酒。あ、もうね、醤油の匂いがもう素晴らしい。ほら、間違いなくうまいね、これ。甘いのがいい方は砂糖、蜂蜜もいいそうでございます。いただきます。間違いない。できました。牛肉のしぐれ煮、おいしい。今度はメインのそばでございます。油をひいて色がつくまで炒めるんです。ちょっと焦げ目をつけた方がね、カリッとしておいしい。そば、カモン。これだけでも美味しいよね。これどんな味なのか食べてみたいね。あ、もうね、お茶のいい香りがちゃっちゃとしてますね。おいしい。もう何も乗せなくても美味しい。さあ、これ焼いていきますよ。油を。そばだらけやないか、これも。でもいいね。これホットプレートならではよね。ではですね、錦糸卵もトッピングしなくちゃいけないんで、もうパッパパッと、これまず半分にして、で、今度ネギ、次はレモンです。レモン、輪切りにするんですね。今度は盛り付けましょうね。まずは錦糸卵を、ちょっとや、いいですね。かなりいいですね。あ、そうか、ネギをね、ネギも彩りに加えたらまた面白いんだ。見てごらん、この緑とこの黄色のコントラストが、もう何とも言えない。いいですね、とっても。韓国の料理で言ったらね、細切れ肉を焼いて、これやるやつあるじゃない、韓国の。
サムギョプサルじゃなくてチャプテじゃなくてなんだろうね。またこのネギの香りがいいもん。ブルコギよ、ブルコギ。だからブルコギよ、ビーフバター焼きは。あれもやろう今度。ブルコギよ。皆さんどうですか、嬉しいですね。料理ってやっぱこうテンション上がるんですよね。うわ、どうですか皆さん、海苔を。あー、海苔のいい香りがしてきて、もうノリノリ。それでレモンを、それでもみじおろしを、これ皆さんね、映えますからね。いかがですか皆さん、できました、完成です。いや間違いないでしょこれ。もう温めたすごい熱々のお出汁でいただきますね。いただきますね。いやー、お肉もいただいて、いただきます。いただきます。うまーい、ものすごく美味しい。レモンいいね、爽やか。皆さんレモン大事ですから。大成功です。ぜひ皆さんこれがないと、でも茶そばがあればできるわ。ぜひ皆さんおすすめします、瓦そば、ホットプレートそばでした。この K チャンネルに登録のほどよろしくお願いいたします。